もっと先生方この制度を知ってほしいです。まだまだ認知レベルは低いかなと思ってます。皮膚科って面白いんだよっていうことを声を大にして伝えたいです。はい。所属は石黒皮膚科クリニックです。はい。看護師歴は35年です。クリニックなので院長の診察の介助、それから処置、それから患者指導、受付さんがいないときには受付のことも少しやらせてもらってます。はい。誰か手が空いたら院長のところに行って、処置も手が空いてる人が処置をしに行ったりで、指導も院長が塗り方を教えてあげてとかって振られたらそこに入るっていうパンフレットを使ったりして患者さんに説明をしたりしてます。患者さんが綺麗になったとか、あと良くなった、あとここに来て良かったよって言われたことがやっぱり励みですね。もうなんて言っても患者さんと相対して指導して患者さんが良くなっていくのを目で見れるっていうのと、患者さんが満足して帰られる姿を見れるっていうのがもう最高にやったって思う時ですね。はい。皮膚科を極めたかったっていうのは一つです。院長と一緒にいろんな学会に行っても先生のお話とかされるんですけど、看護師に対しての専門的な、そういうお話っていうのはなかったので、ただ先生の話を聞いてても面白いと思ったので、どうしても皮膚科をこう掘り下げてみたいっていう気持ちもあって、で今回こういう資格を取れるということで、一つステップアップできるかなと思って取るように頑張りました。日々皮膚科の内容が変わってきているので、その内容をしっかり把握した上で自分の引き出しをたくさん持って患者さんに対していろんなアドバイスができるようにっていつも思っています。ちっちゃい赤ちゃんの時にかかっていらした患者さんなんですけども、アトピーだったんですけれども、お家離れてしまって違う皮膚科さんに通うようになった患者さんが、そこの看護師さんにちょっときつくいろいろ言われた感じで、どうしても縛りが強くなって、でまたこちら戻ってきた時にちょうど私が指導入ったので、でいろいろ聞くと大変だったって、この子が治らないのはお母さんの塗り方が悪いからだとか、塗る量が少ないからだとか、もう私が責められてばっかりいたんですっていう、その精神状態だけでお子さんも不安定になって肌の調子があまり良くなくって、だからそうですね、そういうふうに親子で来られた患者さんっていうのは親も一緒に見ていかないといけないかなと思ってます。もう自分のせいだってもうずっと思い込んでいて、もうボロボロ泣いて大変でしたねって、辛かったですねっていう一言でそうやってボロボロと泣き始めたので、やはりお母さんとしては子供をなんとか一生懸命良くしたいっていう気持ちはみんな同じだと思うので、そこを組んであげるっていうのが私たち看護師のやっぱり役割だなと思ってます。もっと先生方この制度を知ってほしいです。福建の先生方はどっちかっていうと消極的で、もう自分が喋った通りに喋ってくれればいいか、自分が100もう引き出し持ってるからそれで十分だっていう先生もいらっしゃるので、まだまだ認知レベルは低いかなと思ってます。一番今やりたいのはそういう皮膚科の医師がどれだけ看護師に対してそういう指導とかをしてもらいたいのかっていう指数が知りたいですね。何割の医師が そこまで やってもらっていいと思っているのか、数にできるといいかなと思いますし、あと皮膚科の総会にちょっと割安で入れることで専門性をもっと持てるようになっていけれるといいかなと思います。今後
いろいろと様変わりしていく皮膚科看護をまた一緒にお勉強できたらいいなって思ってますし、そういう仲間たちが増えることで横のつながりができて、いろんな情報交換ができたらいいなと思っているので、今後取る人には皮膚科って面白いんだよっていうことを本当は声を大にして伝えたいです。はい。